はい、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画はノースペースのアルパインライトパンツネイビーとブラックを比較していこうと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、まずブラックの方です。品番が NB32210、 サイズは M サイズ。アーバンネイビーの方は品番が NT52927、 サイズが M サイズになります。はい、まず色味なんですけど、まあ、当然といえば当然なんですけど、ブラックとネイビーだいぶ違いますよね。比べてみるとよくわかると思います。次に、膝あたりですねにあるノースのロゴのマークは、ブラックの方は左側、ネイビーの方は右側にあります。品番によって左右どちらにあるかが決まっています。今出ている品番はブラックの NB32210 になりますので、ロゴは左側にあります。ロゴは共にプリントになります。次にブラックの腰回りを見てみましょう。まずボタンになってますね、ウエストの部分。そしてダブルスライダー仕様になっています。画面上でわかるでしょうか。下からも上からもできます。ネイビーの方も同様にダブルスライダー仕様になっています。同じです。次に左右のポケットを見てみましょう。ポケットなんですが、両方ともジップ仕様になっています。一つ違うところが、と持ち手の部分ですね。画面上でわかるでしょうか。ちょっと微妙に違うんですよね。黒の方がちょっと白、透明な樹脂っぽいのもつい先端にね、ついています。はい、次背面のポケットですね。こちらもと右側ですねにチャック付きのポケットが1個あります。左側には両方ともありません。そして左右のポケットと同じでジップの持ち手ですね、後ろ側も左右の持ち手と同じものがついています。それでは着用動画をご覧ください。 165cm、 63kg、 M サイズの着用となります。まずはアーバンネイビーです。ちなみに上の白い T シャツはヌプシコットンティーになります。履き心地はもう当然いいです。シルエットも綺麗ですよね。私はそう思います。足上げもとてもスムーズで突っ張るところがありません。このパンツ1年で一番履いたパンツになります。すっごいお気に入りのパンツです。楽すぎて一度履いたらやめられなくなっちゃいました。それでは次にブラックを着用しますのでご覧ください。こっちのブラックは、10月に買ったパンツになります。もともとネイビー買う時もブラックが欲しくてお店に行ったんですけど、ブラックの M サイズがなくって結構探したんですけど、まあ諦めてネイビーを買ったということになります。しかしブラックのパンツがやっぱり欲しくって、どのブラックのパンツにしようかって探していたところ、どうしてもたどり着いちゃうのがやはりアルパインライトパンツになりました。上が白っていうこともあるんですけど、このブラックのパンツとても引き締まって見えます。皆さんいかがだったでしょうか。私が持っているアルパインライトパンツのアーバンネイビーとブラックを比較してみました。買う時の注意点としては、前の方はロゴが右側にあって、今の方はロゴが左側にありますのでね。あとポリウレタンの配合が 8% と 10% と違います。型番を見ていただければわかると思いますので注意してください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。また別の動画で会いましょう。バイバイ。